こんにちは、マーブラジオの時間です。マーブラジオは大阪より発信中、パーソナリティは私シュンがお届けしてまいります。はい、というわけでマーブラジオ第59回です。マーブラジオ第59回の今回は読書についてご紹介していきたいと思います。まあ読書といってもご紹介するような話ではないんですけど、まあ読書をねテーマに、今日もですね30分程度ラジオを、進めていきたいと思います。ちょっと期間が空いてしまいましたが、前回は、マーブラジオ第58回2021年ベストバイを紹介させていただきました。エルメスの香水だったり、ニューバランスのね 990V3 スニーカーですねだったり、ボッテガベネタ革製品だったりっていうものをですねいろいろと、ご紹介させていただいたんですが、皆様ね、いかがだったでしょうか。皆様の、リスナーの皆さんのねあのベストバイなんかも、聞けたらなと、思いますが、今回は打って変わって読書をテーマに、30分お話ししていきたいと思うんですけれども、最近ね本当にまたコロナまた流行ってきて、マンボウとかもね言われて、世の中また、外でねこうなかなか、食事をね心ゆくまで楽しめないとかお酒を飲めないとかそういうですね、また時期に突入してしまったんですけれども、まあ、そんな中家でのね過ごす時間がすごい増えたんじゃないかなと、結構これは、日本にいる皆さんなら共通の、認識なんじゃないかなと思うんですけれども、まあそんな中で、まあ、僕もそうなんですけど YouTube 見たりとか Netflix 見たりとか結構いろんなね映像を見たりとか音楽聞いたりとかっていう結構パソコンとか、スマートフォン通してする、活動というか暇つぶしをですね結構するんですけれども、まあ案外最近読書してなくねっていうところをちょっと最近僕思いまして、結構もともとね読書しない人も、昔読んでたけど最近読まないななんて人も、今回のですね、読書の回ですねぜひ聞いていただいて、あこんな本あるんだあんな本あるんだっていうね本の紹介もすることもさることながら、まあ、本でこういいところがあるよねみたいな、話もですねできたらなと思いますので、今週もですね、最後まで、お楽しみいただけると幸いです。マーブラジオは YouTube、Spotify、Apple Podcast などで配信されております。 YouTube でお聞きの方はこの動画のグッドボタン、高評価ボタンを押していただいて、チャンネル登録のボタンもお忘れなきよう押していただけますと幸いです。またですね、Spotify、Apple Podcast などでお聞きの方はチャンネル登録のボタンを押していただいてですね、毎週チャンネルのページがトップページに来るようにご設定をお願いいたします。またですねインスタグラムの方もマーブラジオやっておりますので、ぜひぜひですねこちらもチェックしていただいて、マーブラジオねぜひ応援していただければなと思います。というわけでマーブラジオ第59回の今回はですね読書をテーマにお話ししていきたいと思います。マーブラジオ第59回の今回はですねテーマ読書ということで、またなんで急に読書なんかを取り上げるんだっていう話、なんですけれども、結構僕昔学生の頃はすごい本読んでて、まあ、学生時代東京にいたということもあって大阪に引っ越してくるときにですね家に置いてあった大量の本をそのまま引っ越し用のね、箱に詰め込んで持ってきて、もう今家の周りっていうかその家の中は、結構本棚には本がぎっしり詰まっていてですね、まあもともとすごい本を、読んでいたなという印象があるんです、あるんですけど自分でもね。なんですけど、社会人になって結構こう日が進むにつれというか、仕事をするにつれですねなかなか本を読む機会っていうか、本を読もうとすることがですねあんまりしなくなってしまって、っていうのも結構僕家から会社が近くて
まあ大阪は特になんですけれども、自転車で行けるレベルのね遠さだったりだとか、まあ本当に極論言ったら別に時間ある時だったら歩いて行っても全然行けるぐらいの距離感のところにですね、家から会社の距離感がそんな距離感でして、まあその短い間でですね、もちろん電車に乗るタイミングってあるんですけど、もう一駅とかなんですよね。なので、なかなか本を読むっていうあの習慣がですね結構抜けてしまって、まあ東京とかだと結構通勤時間長かったりとか電車に乗ってる時間ってすごい長いんで、本を読むっていうね習慣割とつきやすい、移動時間が結構長いから、そこの時間でね本を読もうとかってなりやすいんですけれども、最近はですね、まあ通勤時間少ないっていうのももちろんなんですけど、そもそも通勤をしないですね、冷静に考えたら。確かに、そう、通勤をしないっていうところもあって、本を読むですね時間っていうのをあえて取らないと本って読めないなっていうところがあって、まあ読まなくなるとですねそんなことすら考えないでですね、結構あ、読んでないなっていうふうに、読んでないなとすら思わないんだよな、あの本家にあるけど最近全然読まないなとか、そんな感じなんですけど、ちょっと最近ですね、デスク周りを、片付けまして、まあ、あの棚の奥に眠ってるものとかっていうのがですね、徐々にですねこう出てきたりとかしたんですけれども、そんな中に、読んでない本がですね10冊ぐらい出てきて、うわっと思って、うわ、買って読んでない本が10冊もあるなと思って、それをきっかけにですね、最近ちょっとこう仕事早めに終わった日とか、はですね、本を読もうと、ね、いうことで、最近は結構外にも結局出れないし、外出てもご飯もね、まあマンボウになってですね、ご飯が食べる時間も8時までとか外でね、っていうのに非常に苦しめられておりまして、っていうのもありまして、仕事が早めに終わったりとかしたら、とか逆に言ったら、結構早起きしちゃった朝とかはですね、30分ぐらい本を読む時間を、最近は設けていますっていう中で、まあ読書って久々にしたらですねすごいいいなと思ったんですよね。まあ、もちろん僕さっき冒頭も言いましたけれども、 Netflix とか YouTube とか Spotify とかですね、まあ音楽は割と本と共存できると思うんですけど、テレビとかね、っていうのはですね、もう非常に、時間をね溶かしていってしまうというか、 TikTok とかすごいですよね、見てたら見てただけ、時間が過ぎてっちゃって、もう僕も、もうリコメンド動画がいっぱい出てくるんで、まあ次にこう動画を回してっても全然ね、綺麗な動画が出てこないっていう、自分の好きな動画ばっかり出てくるっていうところもあってですね、なかなかそういうツールというかシステムからね抜け出せないんですけれども、意外と本はですね、なんかこう健康的までは言わないんですけど、いいことしてるなっていう感じがすごいあってですね、なんかこう疲労度的にも精神的にもっていう感じがあって、まあ結構コロナ、もうコロナがね蔓延しだして1年今日2年弱ぐらい、もう2年ぐらい経つのかな、弱ってほどもないかぐらい経つと思うんですけれども、そんな中でですね、案外こう画面を見ずにね、紙をね読むとか、もちろん最近は電子書籍、僕も iPad とか iPhone とかで電子書籍で読むことももちろんあるんですけれども、まあ本といえば一番紙ですから、その紙でね読むことで意外と、目が休まったりだとか、もいつもね映像で見てるものを活字で読んだら意外とこう違う風な風景が見えるとか、いろんなですね、本ならではの魅力というかっていうのがですね結構浮き彫りになってきましたので、今回はですね、そんな、読書初心者のあなたにも、今までね読書をすごいしてきてなんか面白い本ないかななんて思ってる、そこのあなたにもですね、お送りできるような内容となっておりますので、ぜひぜひこれを機会にですね、また読書をしてみるなり、新しい本を読んでみるなり、そんなねきっかけにしていただければなと思います。
というわけで、今回はですね、早めに一曲、ご紹介させていただきます。宇多田ヒカルでバッドモード。というわけでですね、今年、2月に入ってですね、宇多田ヒカルの、バッドモードをご紹介させていただきます。宇多田ヒカル新しいアルバムを、リリースされました。なんていうアルバムだったかなと今思い出してる最中なんですけれども、バッドモード、バッドモードっていうアルバムですね、バッドモードというアルバムリリースされました。1曲目だったかな。宇多田ヒカルのアルバム結構リリースされた時に行くことはできなくてですね、ちょっとこう日が経ってから聞いていたんですけれども、すごくこう転調気味というか、なんかこう昔の宇多田ヒカルのアルバムってこう一番最初の曲で結構アップテンポな曲が入ってるイメージなんですけど、この曲もですね、なんかその宇多田ヒカルのいつもの、曲順の感じの1曲目って感じのですね、よりこう近代版みたいな感じの、1曲になってまして、僕もですね、バッドモード全部聞いたんですけども、すごく、よく聞いている一曲、結局この曲一番聞いてんじゃないかなっていう感じでよく聞いている一曲になります。なんで今日読書っていうテーマの中でね、宇多田ヒカルバッドモードをねご紹介したかっていうと、もちろんね、その宇多田ヒカルを紹介することの理由の方が強いんですけど、バッドモード自体は、最近リリースされた宇多田ヒカルの一曲ということでですね、ご紹介させていただきましたが、宇多田ヒカル実はですね、僕が読んだ本の中でですね、宇多田ヒカルの本という、宇多田ヒカルの本というか、宇多田ヒカル関連の書籍っていうのがありまして、宇多田ヒカルの言葉っていうですね、本、があります。これは僕の今ですね、書斎の、本棚の一番正面のね、本棚があるんですけど、そこに置いてあって、定価1400円、プラス税ということで、今だったら1540円。のものになりますけれども、これは宇多田ヒカルのね、作詞、宇多田ヒカルすごくこう音楽もさることながらですね、歌詞も、注目されがちということで、15歳で、こんなことを言ってるとか16歳でこんなこと言ってるとか、そういった注目のされ方をするのも宇多田ヒカルの特徴ですけれども、そんな、特徴的というか、その年齢からとか彼女自身の経験から織りなされるですね、その言葉の一つ一つっていうのは、やはり結構その彼女自身の人生とか、彼女自身の経験っていうところから出てきてるだろうっていうところでですね、この宇多田ヒカルの言葉というのは、その歌詞を、最初は普通に歌詞が書いてあって、その歌詞を考察するっていうね、本になってます。で、この考察する人が結構シンガーソングライターだったりだとか、僕の好きなね、作詞家。作詞家っていうのかな、ね、その作詞をする人だったりだとかっていう人が、書いている、いろんな人がですね寄稿して、この宇多田ヒカルのこの名曲は、こういう風にしてできたんじゃないかとか、こういう風な経験を、この年で言えるのはすごいとか、そういったですね宇多田ヒカルの、一曲一曲についていろんな人が考察をするっていうのが、一冊にまとめられたものが宇多田ヒカルの言葉という本になってます。宇多田ヒカル好きな人はもちろんですけれども、結構ですね、音楽を歌詞で字体だけで読むっていうのはですね、結構なんて言うんだろう、そっかそっか、こういう曲だったよなみたいな感じにもなりますし、なんか全然ね、詩として見る歌ってね結構面白い、こう目で追う曲っていうのかな、こう難しいですよね。音楽聴いてて入ってくる言葉の入り方と、本を読みながら入ってくる詩の入り方っていうのはですね全然違いますっていう、そのなんかパラドックス感というか違和感みたいなのも楽しめるのもさることながらですね、そのさっき言った刺さる部分が全然違うみたいなところも、わ、こんなこといいこと言ってるなとか、意外とハッとさせられるような発見がですねあるっていうのが結構面白いところになっておりますので、
このね、宇多田ヒカルの言葉っていう本を今日はご紹介したかったっていうのもありまして、紹介させていただく一曲は宇多田ヒカルの一曲とさせていただきました。改めましてご紹介いたします。宇多田ヒカルバッドモードでした。改めましてマーブラジオ第59回の今回は、読書をテーマにお送りしております。はい、というわけで、さっき冒頭にですね、いろいろ読書はこうだあだって、言ったんですけれども、まあやはりですね、一番皆さん Netflix、YouTube、TikTok このあたりはですね、本当にね、時間があってもあっても足りないよみたいなところだと思うんですけれども、本はですね、意外と何だろうな、全くその液晶とかを見ないので、まあ、ちょっと電子書籍で読んでる方は大変申し訳ないんですけど、見ないので、すごくですね、なんて言えばいいんだろうな、体が疲れないというか目が疲れないでね、まあもちろんそういうのもいいしっていうところで言うと、僕結構寝る前に携帯いじっちゃうんですけど、あれってなんか全然その体力回復につながらないっていうか、あんまり良くないみたいな、寝る直前にブルーライト浴びるの良くないみたいなって、ね、よく言いますけれども、じゃあじゃあ寝る前の携帯やめて本にしたらどうだろうって思ったらですね、結構これがいいよと、僕が、これ1週間やってみて思った所感なんですけど、寝る直前までね携帯をいじってるとですね、寝つき悪かったりとか結構するんですよね。こう目の奥が残像残ってるとか、そこまではないか、なんかこうちょっとね、なんか脳が休まらない感じみたいなのはあるんですけど、部屋をですね間接照明とかにして、最後寝る前のね15分とかを、本にね置き換えたりとかして生活してみるとですね、非常にこう体が休まるというか、っていうのも結構本のいいところかなと思いますし、さっき言ったちょっと体にいいことみたいな、まあ本当に僕とか在宅勤務ですけど、朝起きて携帯見て、本当にちょっと離れたと思ったらもう一日中パソコン見て、じゃあ一日中パソコン見たかと思ったらまたテレビ見て、 Netflix 見て、 YouTube 見てみたいなですね、もう本当にやっぱ最近のこう生活を見ているとですね、液晶から離れられない生活を送ってるなと、非常に思うんですけども、そんななんかこうライフスタイルの中にですね、こう活字とか、っていうのが入ってくると、結構これがまた、逆にね刺し味みたいな、今までのこう生活の中で刺し味みたいな感じになるんじゃないかなと、思うなというところが、結構本のいいところかなというところがあります。でね、もう一つはこれ一番逆に言うと僕が思ったところなんですけど、映像化されてるものとかって結構あると思うんですよね。例えば、なんだろう、坂本雄二の花束みたいな恋をしたとか、あとなんだろうな、最近、そして僕のこの目の前にある本を、見ながら、お話ししているんですけれども、まあ、伊坂幸太郎とかもそうか、もともと本から映画になっているようなもの、とかいろいろですね、こういうのあると思うんですけれど、こういうのはですね、本から読むか、映像から見るかというところでですね、全然違って、物語が見えてきます。逆に言うと、映像から見てしまった、書籍とかっていうのが原作のものっていうのはですね、結構そのなんて言えばいいんだろうな、割とイメージが固まりすぎちゃってるっていうか、主人公の顔とかも西島、秀俊でしたっけ、とかね、伊坂幸太郎の作品でよく出てきますけど、みたいな感じでこう主人公の顔がこう最初から頭に浮かんじゃうみたいな感じがですね、すごいあるんですけれども、書籍、もともと書籍のものが映像化されたもので書籍から読んでるとですね、こう全然違って見えるというところがありまして、これが非常に面白い。僕とかは本を読んで、こう例えば小説だとしたらですね、この小説のこの主人公ってこういう顔をしてて、
まあ、じゃあメガネをかけてるって描写があるならメガネをかけてて、こういう服装でこういう感じの雰囲気の人なんだろうな、みたいなのですね、偶像みたいなのが頭の中にできてくると思うんですよ。やっぱり人間どうしてもやっぱその頭の中のイメージっていうのはあるので、本を読んでてもその活字が活字のまんま入ってくるってわけじゃないので、そういうイメージに置き換えて物語を進めていくと思うんですけれども、そういったイメージとですね、その映像のイメージってやっぱねずれてるんですよね。このねずれっていうのも非常に面白い。僕こういう人、この人じゃないイメージでやってたなとか、逆に言うと、人選、例えばじゃあ芸能人がそれを演じてるのであれば、この芸能人のイメージだったなとか、ああこの人っていう風に見えるんだとかですね、いろいろ、その書籍と映像っていうのはですね、非常にこう面白い、ギャップがあったり、逆に言うとそのまんまの、イメージだったりっていうのでですね、非常にこのなんだろうな、自分のイメージを肯定されたりもするし、アップデートされたりもするっていう、その感覚はですね、有名な書籍で、有名な書籍になればなるほどやっぱ映像化ってされやすいんですと思うんですけど、そういうギャップというかイメージのね膨らませ方とかもですね、非常にこう面白みを持ってできるのが、まあこれは映像化されるものに限ったものだと思いますけど、そういう書籍とかね、の中でのイメージを作るっていうのは非常に面白い、なんか人間特有の声だと思うんですけどね、これ。そういう面白い、現象なんじゃないかなと思います。そして今回はですね、本をあんまりまだ読まないよとか、読む習慣ないなみたいな人にも、ぜひ聞いてもらいたいというところもあってですね、最後は、まあ最近読んだ本もそうなんですけど、今まで読んだ本の中で面白かったなと言える思う本みたいなのをですね、皆様にご紹介していければなと思います。僕は結構エッセイとか小説は結構、小中高の時のね学生時代はよく読んでたんですけど、あんまり、大学以降は読まなくなって、エッセイだったりだとか、まあ本屋さんに行けば本屋さんの中のテーマでは自己啓発系とか、まあでもエッセイが多いかな、エッセイ小説版は読むんですけど、あと洋書、もちょこちょこ、読みます。でね、まあ何個かそのじゃあ3つのテーマで、行こうかなと思います。じゃあまずエッセイ、これはかなり、選ぶのが難しいと思いますが、僕が面白いなと思ったエッセイはですね、誰にしようかな、一つは桃山庄司、モテとか愛され以外の恋愛のすべて。僕ですね、実は、あんまりこのマーブラジオで喋ってませんでしたけど、結構この恋愛事情みたいな話、女性向けエッセイとか僕すごい好きで、これちょっとあんまりなんだろう、言ってなかったというか、あんまりそう言ってないんですけど、女性向けエッセイとかがすごい好きで、なんでかっていうと全然自分と考えてることが違うっていうのが非常に面白くて、っていうかその同じ出来事があっても僕が感じるねこととその女性というか、が一般的に感じることってこんなにも違うのかっていう、そのですね、考え方の差みたいなのがですね、非常に逆に言うと僕からするとですね面白くて、女性向け性ってすごい、あこういう風に思うんだなみたいな感じで、結構こう知らない世界を見ちゃってるみたいな感じがするのですごい好きなんですけど、この桃山庄司という人たちはですね、男性なんですけど、恋愛相談を受けてる男性で、その恋愛相談にですね、まあ、答えてくっていうのが基本的な彼らの、構成なんですけど、このモテとか愛され以外の恋愛のすべてっていうのはまさにその構成を、駆使してる本で、一つのこれだったら読者
の、から寄せられた、テーマをですね元に、自分たちの話でエッセイを広げていくっていうのが桃山少女のまた基本的に対談形式2人3人とかでやってる人たちなんですけど、これはですね非常に面白い。やっぱ恋愛ってやっぱ人間共通のですね、テーマだと思いますので、恋愛を嫌いな人絶対いない、まあ、苦手とかっていう人がいるかもしれないけどね、そういうところで、こういうことがあるんだなとか、こういうことが起きたら、こういうふうに思うんだなこういう人はとか、いろんなですね発見が、詰まってますので、こういうね恋愛的なエッセイも非常に面白いかなと思いますし、僕結構芸能人のエッセイも好きですね。有吉弘行さんのね、お前なんかもう死んでいるとか、マツコデラックスの夜迷い事とか、マツコデラックスの夜迷い事はですね、モテとか愛され以外の恋愛のすべて、さっき紹介した桃山庄司と非常に似た本になってて、これもマツコデラックスが、マツコデラックスのファンからですね集めたなんか質問とか相談事みたいなのをマツコデラックスが答えていくっていうこのシステムになってて、まあ、こういうですねいろんな人からもらった質問を答えるっていうこのなんて言うんでしょうシステムはもう本当にその人が何考えてるかって一発で分かるんで、まあ、こういうエッセイは非常に面白い。では最近やっぱそのインスタグラムの質問コーナーとかありますけど、やっぱりあれと共通してるのかなと思ってて、やっぱ質問って面白いですね。その人のことを知りたい質問とかじゃなくてもう共通のテーマとかで、質問をするとですね、その答え次第でこの人がどういうことを考えてるんだとかってすぐ分かるんで、その質問っていうシステムは非常に改めてね面白いなと思わされた、ものだなと思います。で、このまま、波に乗っていっちゃいましょう。もう一個ちょっと要所紹介しようかな。ちょっと順序を変えて要所を紹介して最後にちょっと自己啓発系のやつを一冊ぐらい紹介できればなと思うんですけど、要所系、一個はですねシュードック、これナイキを立ち上げた人の話ですね。結構、分厚い本になってますけど、この本は非常に面白かったなと、まあ、もちろんファッション今やね皆さん知らない人はいないぐらいの有名なブランドナイキですけれども、ナイキはどういう風にして立ち上がったのかというのがこう一冊にまとめられた本になってます。で、立ち上げられたっていう話なので、まあなんだろうな、なんて言えばいいんだろう、最近のだからエアマックス90がとかエアマックスがとかっていう話ではないので、そういうのを期待してもとあんまりなんですけど、今僕が履いているナイキはこういう風にして作られたのかとか、結構ですねいろんな事件だったり、こういろんな障壁を乗り越えてナイキという超メガスポーツ、ウェアブランドはですね出来上がってるんだなということをね感じますので、これはぜひ読んでほしいなと。ファッション好きの人とかねもうそうですけど、これ結構自己啓発系の雰囲気もあります。できないことはないなと非常にこの本を読んで思うかなと思いますし、結構人間がストレスを感じてしまった時にこういう風に人間対応するといいんだなっていうのをですね僕結構この本から学んだことが一個だけあって、まあそれちょっと若干ネタバレになっちゃうんであんまり言いたくないんですけど、そのまあそこの分だけ言うと、すさまじく疲れたなとか、どうしようもないぐらい疲れてる、疲れが抜けないとか、そういう時にですね、僕やるのは、このシュードックでやってた内容を引っ張ってきてることをよくやるんですけど、これは結構海外特有だなと思ったんですが、首にですね、熱いシャワーを当て続けるっていうのをやってて、首の後ろにね温かいシャワーを当て続けるっていうのでこうすごい疲れが和らいだみたいな話がですねシュードックの中に書いてあるんですけど、それ結構僕印象的で、僕も本当に仕事に疲れた時とか、まあ、二日酔いの時とかね、結構それやるんですけど、これ結構ね意外と効くんですよ。まあ日本とかだったらお湯ためてお風呂入ればいいじゃんっていう人もねもちろんいると思うんですけど、まあ、なかなか、まあ、僕とか一人暮らしで、
こういう、なんだろう、お湯、一人暮らしでお湯を貯めるって人あんまりいないと思うんで、僕は、全然その貯める人間じゃないので、そのね、首に熱いシャワーを当てるっていうのは非常に最近までね、有効活用してる、技になります。これ僕も 今までずっと使ってるんで、もし気になった方がいたらこれぜひやってみてはいかがでしょうか。というわけで、最後エンディングでですね、何か一冊、自己啓発系かの本をですね、ご紹介、していければなと思います。マーブラジオ第59回エンディングになります。はい、というわけで、マーブラジオ第59回は、読書をテーマにお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。改めて思ってみれば、読書っていう割とそのなんだろう、アクションというか行動をテーマに、やってきたことってね、30分喋ってきたことってあんまりないなぁと、あんまりないっていうか一回もないですね。結構マーブラジオは最初、人とかブランドとかなんだろう、お店とかを紹介することが多くて、まあ、最近もあるんですけど、なんかそういうところから、もともとはライフスタイルをお届けしようみたいな話で、マーブラジオやっていたので、今回はですね、ちょっと挑戦的にですね、読書というテーマを取り上げてまいりました。掃除をきっかけにね、本が出てきて、その本を読もうと思ったっていうのももちろんあるんですけど、最近やっぱりそのすごい活字に触れる機会っていうのを増やしたいなってすごい思っていて、まあ、Netflix とか YouTube とか映像ね、を見るコンテンツってすごい、潤沢になってきたというか、まあ、いろんな選択肢が増えてきてるなと最近思います。テレビもそうですしね、すごい量があるし、まあ、Netflix なんか特にそうですけど、見たいと思ってたのはあるんだけど、どれから見ればいいか分かんないぐらいの量になっちゃってて、なんかそのそれはそれでこうなんだろう、悲しいことだなというか、なんか選び取りきれないみたいな、ことがすごいあったりとか、逆に言うとなんか見たいなって思うのはあるんだけど別に見なくていいやぐらいの温度感になってきちゃってるっていうか、なんかこう一個一個にあんまりこう気概がないみたいな感じがすごいあって、まあそれは結構デジタルに特化しちゃってるからっていうところもあるのかなって思うとともに、逆に言うとフィジカルっぽいその実際に読んでる感覚っていうか、実際にねその本っていうのは手にして読むことの方がまだやっぱり多いと思うので、まあ電子書籍もかなり便利で、なんだろう、すごいそれはそれでいいんですけど、紙で読む本っていうのはね、非常にこれまた、いいものだなと、思う次第でありますし、逆に言うと本って一冊ね、さすがに1時間とか2時間じゃ読み終わらないので、こう何日かに分けて、読むとか1日何時間もかけて読むとか、まあ、いろんな読み方があると思うんですけど、逆にその、めちゃめちゃ時間がかかるっていうのも、その本のね、まあ難点だったけど、最近思うのは逆に言うとそれが利点なんじゃないかなと思う次第でございますっていうところもあって、まあなんか本って改めて、読書というかね、本って改めていいなと、ここ最近は非常に思っている、ところでもあります。でさっき本を、まあ、最後もう一冊紹介できたらなっていうところで、紹介するのはですね、サードドアという本。これまた洋書になっちゃうんですけど、これもですね、非常にこうやる気みなぎるというか、人間本気になったらできないことはないなと思わせてくれるような本になってます。でこれはまあそのアメリカのシリコンバレーですごい有名になった、一人の大学生の話で、Facebook 立ち上げた社長とか、イーロン・マスクはいなかったかな、まあいわゆるシリコンバレーで有名な IT 企業の社長みたいなところにですね、押しかけていってインタビューをすることで、こう自分の将来を考えるみたいな、活動をした、少年の物語で、これが非常にね面白い、かつ、もう
僕別にそんなシリコンバレーに何か興味があるとか、そう全くそういうのないんですけど、ぐらいの人間でも分かるぐらい、まあ、こう有名な人に、何の、とっかかりもなかった大学生が、インタビューできるようになっていくっていうその姿、をですね、一冊にまとめている本になります。これ本当に人間本気になったらできないことはないなと思わせてくれる本に、これ実話なんでね、なってますので、これもね結構分厚いんでなかなか読むの時間かかるんですけど、ぜひ、読んでみてはいかがでしょうか。というわけで、まあいろいろ本をご紹介してまいりましたけれども、本はですね、薄い本から厚い本までいろいろありますので、まあなかなか時間が取れないとか早く読み終わりたいとか結構こうそう思っちゃいがちなんですけれども、あえてねこう分厚い本を時間をかけて読んでみるとかっていうのも一つ、本のね、楽しみ方なんじゃないかなと思います。というわけで改めてになりますが、YouTube でマーブラジオを聞きの方は動画の高評価ボタン、グッドボタンを押していただいて、チャンネル登録のボタンを忘れなきを押していただきますと幸いです。Spotify、Apple Podcast などでお聞きの方は、チャンネルのフォローボタンを、ぜひ押していただいて、チャンネルのね、サブスクライブ、ぜひよろしくお願いいたします。Instagram もですね、やっておりますので、こちらもぜひチェックをいただけますと幸いです。というわけでマーブラジオ第59回は読書をテーマにお送りしてまいりました。次は、第60回ということでね、キリのいい回になりますけれども、またこちらも、お楽しみに、していてください。というわけで今週もお相手はしゅんがお届けしてました。また来週お会いいたしましょう。さようなら。